特級相手。しかも生死不明の5人の救助に1年生の派遣はありえない。それにユージは僕が無理を通して死刑に実質無期限の猶予を与えた。面白くない上が僕の犬間に特急を利用して手よく彼を始末したってとこだろう。犯人探しも面倒だ。いっそのこと上の連中全員殺してしまおうか。珍しく感情的だな。彼のこと随分とお気に入りだったんだな。僕はいつだって生徒思いのナイスガイさ。で、これがスクナの器か。好きにばらしていいよね。しっかり役立てる。長生きしろよって。自分が死んでる世話ないわよ。あんた、仲間が死ぬの初めて？タメは初めてだ。その割には平気そうね。お前もな。当然でしょ。会って2週間やそこらよ。そんな男が死んで泣きわめくほどちょろい女じゃないのよ。いつにも増して神器臭いな、めぐみ。おつやかよ。善院先輩。私を名字で呼ぶんじゃねえ。バキバキ。マジで死んでるんですよ。昨日一年坊が一人。私が血も涙もね、鬼みてえだろ。何あの人たち。2年の先輩。いやすまんな、もう中に。実はお前たちに京都姉妹校交流会に出てほしくてな。東京校、京都校、それぞれの学長が提案した勝負方法を1日ずつ2日間かけて行う。つってもそれは建前で、初日が団体戦、2日目が個人戦って毎年決まってる。個人戦、団体戦って戦うの？呪術師同士で？ああ、殺す以外なら何してもいい呪術合戦。逆に殺されないようみっちりしごいてやるぞ。やるだろ、仲間が死んだんだもんな。やる。私は、俺は強くなるんだ。そのためなら何だって。どの任務がいいかな。始めよう。わざわざ貴重な指一本使ってまで確かめる必要があったかね。スクナの実力。中途半端な当て馬じゃ意味ないからね。それなりに収穫はあったさ。言い訳でないことを祈るぞ。1名です。人間は嘘でできている。表に出る正義の感情や行動には必ず裏がある。だが負の感情、憎悪や殺意などは偽りのない真実だ。
そこから生まれ落ちた我々呪いこそ真に純粋な本物の人間なのだ。偽物は消えて叱るべき。だが現状消されるのは君たちの方だ。だから貴様に聞いているのだ。我々はどうすれば呪術師に勝てる。戦争の前に二つ条件を満たせば勝てるよ。一つ目は五条悟を戦闘不能にすること。二つ目、両面宿儺虎杖悠仁を仲間に引き込むこと。ちょっと待って、死んだのであろう、その虎杖悠仁というガキは。さあどうかな。どのに始めよう。これでいいのか。勝つぞ。許可なく見上げるな。不愉快だ、小僧。なら降りてこい。見下してやっからよ。随分と殺気立っているな。当たり前だ。こっちとらお前に殺されてんだぞ。ここ地獄か。死んでまでてめえと一緒なのは納得いかねえけど。ちょうどいいや。吐かせ！倒す！あー、食いしばれ！すまん。いい感じだな。本番！って。あの時の感覚を！まだ出せねえ。俺の地獄だ。まあまあだな。今は無理だ。うわあ！ああ！バカ。ヘッパー！貴様か。ザコボイ。バカ。集中。上に乗るな。あ、そこだ。おい。ダメ押しだ。俺に任せろ。黒線面白い。ここはあの世ではない。俺の聖徳領域だ。お前が条件を飲めば心臓を治し生き返らせてやる。偉そうに。散々生きっといて結局てめえも死にたくねえんだ。事情が変わったのだ。近いうち面白いものが見れるぞ。条件は二つ。一、俺が警活と唱えたら一分間体を明け渡すこと。二、この約束を忘れること。ダメだ。何が目的か知らねえが気な臭すぎる。今回のことでようやく理解した。お前は邪悪だ。もう二度と体は貸さん。ならばその一分間誰も殺さんし傷つけんと約束しよう。信じられるか。信じる信じないの話ではない。これは縛り、制約だ。守らねば罰を受けるのは俺。身に余る私益を貪れば報いを受ける。それは小僧が身をもって知っているはずだ。利害による縛り、呪術における重要な因子の一つだ。わかった、どいてくれ。条件を飲む。何がしてえのかよくわからんけど、まあ生き返るためだしな。何
て言うわけねえだろ。無条件で生き返らせろ。そもそもてめえのせいで死んでんだよ。ではこうしよう。今から殺し合って小僧が勝ったら無条件で、俺が勝ったら俺の縛りで生き返る。いいぜ、ボコボコに。始めよう。夢ですか。そう、ユージのことでも分かる通り、上層部は呪術界の魔窟。そんなクソ呪術界をリセットする。上の連中を皆殺しにするのは簡単だ。でもそれじゃ首がすげ替わるだけで変革は起きない。そんなやり方じゃ誰もついてこないしね。だから僕は教育を選んだんだ。強く里い仲間を育てることを。みんな優秀だよ。特に3年はかり、2年乙骨。彼らは僕に並ぶ術師になれ。ユージもその一人だった。ちょっと君たち、もう始めるけど、そこで見てるつもりか。イジジうるさい。ユージ、おかえり。おっす、ただいま。記録上、ユージは死んだままにしてくれ。また狙われる前にユージに最低限の力をつける時間が欲しい。ん？じゃあ、イタドリがっつりかくまう感じ？いや、交流会までには復学させる。なぜ？簡単な理由さ。ワコードから青春を取り上げるなんて許されていないんだよ。何人たりともね。五条悟、やはり我々が束になっても殺せんか。ひらひら逃げられるか、最悪君たち全員払われる。殺すより封印することに心血を注ぐことをお勧めするよ。封印？その手立てを。特級呪物獄門鏡を使う。獄門鏡？持っているのか、あの忌み者を。獄門鏡をわしにくれ、収集に加える。その代わり五条悟るはわしが殺す。どのに始めよう。呪力の解説に戻るけど、みんなわずかな感情の火種から呪力を捻出する訓練をしてるんだ。逆に大きく感情が触れた時、呪力を無駄遣いしないようにもね。訓練方法はいくつかあるけど、ユージにはかなりしんどいのやってもらうよ。映画鑑賞。映画鑑賞？もちろんただ見るだけじゃないよ。こいつと一緒に見るんだ。何このキモかわいい人形。その呪骸は一定の呪力を流し続けないと目を覚まして今みたいに襲ってくるよ。
これがどんな感情下でも一定の呪力出力を保つ訓練。いってー、てっきりもっとバトルもんだと。バトルならさっきやったでしょ。ユージは基礎をマスターすれば強くなれるよ。どの任務か始めよう。これでいいのか。さっさと終わらせるわよ。おっせえよ、めぐみ。何してた？何でもいいでしょ。全員先輩の呪術師としてどんな人たちを助けたいですか？あ？別に私のおかげで誰が助かろうと知ったこっちゃねえよ。聞かなきゃよかった。あん、伏黒面接対策みたいな質疑応答してんじゃないわよ。あの二人は何してんですか？受け身の練習。野原、そんなもんか。まだまだ。くそ、負けん。その息だ。こっちから行くわ。あ、ギだらけ。止まれっての。ぶっ飛ばす。あ、私の実力はこんなもんじゃないわ。おい、追い詰める。少し本気を出そうかしら。さあ、開ける。その面に風穴開けてやる。直接流し込む。精霊呪法。止まれっての。重力が足りないわ。ぶっ飛ばす。広がれ。当てる。止まれっての。当てる。広がれ。気分も乗ってきた。砕けろ。まだやれ。まだ戦え。よっしゃ、ここからだ。落とせ。大事な怪我。よいしょ。首でぶつかる。完勝はいいね。もうちょっと根性見せなさいよ。そんなん余裕に決まってんでしょ。伏黒、サボってないでお前も参加しろ。始めよう。これでいいのか。負けねえ。交流会まで一月半、ボサボサしてんなよ。お前らは近接弱っちいからな。まずは私らから一本取れ。話はそれからだ。行きますよ。よそ見すんなよ。慎重に行こう。攻める。
遅すぎんだよ。攻める。近接もできるんだよ。切り上げる。まだ出せねえな。切り上げる。敵だ。ドラ。ドラドラ。刀ならし。まずは刀ならしだ。切り込め。このまま。やってやる。攻める。あのこと破れ。でな。行こう。特作戦通りだ。これで終わりなのかよ。大した怪我もなく終えられたね。余裕だ。よし、ここまでだな。めぐみ、どうした？いえ、戦いの時に呪具をどう持ち運ぶべきかと。呪具の持ち運びか。獲物で近接を補うのは賛成ですけど、術式上両手はパッと当てられるようにしたいんです。全先輩は2つ以上持ち歩くこととかザラですよね。どうしてるんですか？パンダに持たせてる。聞かなきゃよかったな。実お前あの時なぜ逃げた？そんな、そういう意味だったんだ。先輩、なんとかなりそうです。いいかな。始めよう。これでいいのか？最強を見せてあげる。じゃあ僕は用事あるので、その調子で頑張ってね。こんなんで強くなれんの？止めて。え、ここでですか？さて。君、何者？戦うのはいいけど、僕が勝つよ。貴様を消し済みにしてやろう。カッコつけさせてもらう。遊んでやろうではない。特級はさ、特別だから特級なわけ。ほいほい、でも取られるか。調子狂っちゃうよ。術式がなくとも勝てるさ。術式。いや、楽しくなってきた。実はまだ本気じゃないんだ。僕についてこれるかな？逃げられないよ。ついてこれる？逃げた方がいいんじゃない？この虚空に触れてごらん。肉弾戦で行くよ。術式がなくとも勝てる。ついてこれる？倒しますよ。何
なぜわしの攻撃が当たらん。君がさっきから攻撃を当ててるのは僕との間に無限だ。おっ、ついてこれる？そんなんじゃ勝てないよ。この虚空に触れてごらん。やらせ。ほいっと。アキレスとカメって知ってる？これなんだと思う？肉弾戦で行くよ。ついてこれる？お手しっかり。ほら。ふっ。選ぶ。センスあるね。お手調べだ。これなんだと思う？さてに行く。お。お。お手調べだ。こっちこっち。バレバレ。さてに行く。いい攻撃だね。せ。お手調べだ。えっ、そん逃げた方がいいんじゃない？逃がさないよ。楽しませる。この虚空に触れてごらん。おっと、これが僕の呪力さ。ほら、もらった。無限はね、至る所にあるんだよ。僕の呪術はそれを現実に持ってくるだけ。収束、発散。この虚空に触れたらどうなると思う？術式反転、赤。お、ちょうどいいか。いいけど、死ぬ？じゃあ。眉唾ではなかった。だが、当たらぬなら領域に引きずり込むまで。ごめんごめん、待った。どこ？ねえ、ここどこ？どの任務がいいかな。始めよう。これでいいのか。最強を見せてあげる。出かけるよ、ユージ。課外授業、呪術戦の頂点、領域展開について教えてあげる。今この子にいろいろ教えてる最中でね。あ、まあ君は気にせず戦ってよ。自ら足手まといを連れてくると愚かだな。大丈夫でしょ、だって君弱いもん。なめるなよコッパが。そのにやけずらごと飲み込んでくれるわ。大丈夫、僕から離れないでね。領域展開、外観鉄地戦。覚悟はできたかい？灰すら残さんぞ、五条悟。これが領域展開。術式を付与した消毒領域を呪力で周囲に構築する。領域を広げるのはめちゃくちゃ呪力を消費するけど、それだけに利点もある。一つは環境要因によるステータス上昇、ゲームのバフみたいなもんだね。もう一つ、領域内で発動した付与された術式は絶対当たる。でも対処法もいくつかある。呪術で受けるか、これはあまりおすすめしないけど、領域外に逃げる。領域展開、無料禁止。ここは無加減の道、視覚、伝達、生きるという行為に無限界の作業を強制する。無料空所。you
何が起こった？わしの領域が押し負けた。ここは無加減の内側。知覚、伝達。生きるという行為に無限界の作業を強制する。皮肉だよね。全てを与えられると何もできず緩やかに死ぬなんて。でも君には聞きたいことがあるから。これくらいで勘弁してあげる。さて、誰に言われてここに来た？どうする？助ける？助けたいなら助ければいいさ。君たちにそんな情があるかは知らないけどね。千年院の側室チャダル、ミスミラ。よく言うよ、呪霊の分際で。僕を殺すと何かいいことがあるのかな？どちらにせよ、相手は誰だ？っていうか、呪いって会話できんだね。これお花だ。呪術だよな。繊維が削がれる。先生、俺は大丈夫。そいつを追って。ごめん、嘘！ヘルプ！逃げられた。気配を消すのがうまいな。火山頭よりもよっぽど不気味だ。このレベルの呪霊が徒党組んでるのか。楽しくなってきたね。ユージ、っていうかみんなには。あれに勝てるくらい強くなってほしいんだよね。あれにか。目標を設定したらあとはひたすら駆け上がるだけ。ちょっと予定を早めて、これから一月映画見て僕と戦ってを繰り返す。一月後俺生きてるかな。任務がいいかな。始めよう。これでいいのか。さっさと終わらせるわよ。野原、次は複数の相手との戦い方を仕込んでやる。呪霊とやるとき、いつも1対1とは限らない。確かに少年院の時も呪霊に囲まれてヤバかったよね。おいトゲ、お前も手伝え。他か。別にいじめるわけじゃねえよ。手加減はするっての。言ってることわかるの？んなことどうでもいいだろ。行くぞ。やるからには勝つ。行くぞトゲ。シャケ、その面へこませ。こっちだ。当てる。遅すぎんだよシャケ。面まずは肩ならしだ。当てる。やろ。私の実力を。やってやる。ほらよ。逃げろ。はぜろ。
おい、私を舐めすぎだな。やるかねえか。右だ。私を舐めすぎだな。やるからには勝つ。行くぞ、トゲ。シャケ。その面へこませ。当てる。いただけ。ほらほら。当てる。私の実力はこんなもんじゃないわ。せや。少し本気を出そうかしら。こちら。当てる。よそ見すんな。当てられ。逃がせ。まずは肩ならず当てる。食らいやがれ。右だ。てめえの攻撃は見切った。せ。右だ。車よ。置いてく。右だ。よそ見すんな。スーレージュ法かんざし。私の方が上ってことね。ガス欠よ。ほらほら。こっちだ。ほらほら。まだ倒れない。てめえ。右だ。射程めで。マジだ。ここからが本。やるじゃねえか。やってやる。くらいやれ。まだ倒れない。終わりよ。よそ見すんな。見切ってんだ。時に呪力くらいやがれ。振り絞れ。ここからが本番。私を舐めすぎだ。こっちだ。てめえ。シャキ、フラ。フラ。まだ倒れないわよ。こっちだ。右だ。行こう。ほら。よっと。くらいやがれ。終わり。右だ。楽しませてくれるじゃねえか。覚えときなさいよ。ふっかー。褒めてやる。私を舐めすぎだな。一遍死んどけ。さてる。よそ見すんな。私を舐めすぎだな。こっちだ。さあ、ぶっ飛ばす。こっちだけ。右だ。それ。せえな。やってね。そらよ。避けつら。右だ。私の実力は褒めてやる。立てる。こっちだ。ねじれろ。ここからが本番。てめえ。こちらよ。右だ。外れろ。絶対呪ってやる。これ式でうろたえる私しかないのよ。当てね。ほらよ。合わせろ。
よそ見すんな。ひらめ、集中しすぎだ。一方と戦ってる時に常にもう一方も意識しろ。マキさんってもしかして後ろにも目ついてたりするか。バカ、目だけじゃねえ、他の五感も使うんだよ。幹部、うっせ、悪かったな、目つきが悪くて。あの言葉理解できるなんてすごいわ。半年もありゃなれるだろう。それはさすがに無理。